こんにちは、すのこです。メイドインワリオゴージャスやっていきましょう。まずは定番のアミーボ、お絵かきアミーボから。さあ何を描くか、みんな当ててみてね。いきますよ。はい、今日はこれだ。それなら楽勝だぜ。おいおい何その口こんなたらこ唇じゃないでしょ。なんか縫い合わせたみたいな口してそしてあのちゃんと目を描いてあげて、目つぶってるように描いてんのかな。ただ丸描いてあるだけじゃんこれ。これはひどい。これなかなか難しいんじゃない。みんなわかりますか。これ内緒にした方が面白そうこれですからねひでえ。この絵は可愛いドットで仕上げられてますね。愛らしくて結構です。もうそこしか言うことないよね確かにあとなんか人形みたいじゃん。プレゼントの包み紙のようなワクワクする背景もいいです。これならそうですね920。みんなわかるかな。さあ次いきますよ。どうだおい何これこれちょっとどう見ても同じじゃないんだけど。あ、いやそんなことないな。横顔見たら確かにパーツ的には合ってるな。これ難易度高くねそして短足すぎでしょ鳥なんですけど短足すぎでしょこれこれはひどい。この絵はなんとエキゾチックな色使い。好きですよこういうの。なんかワリオもこんな色使いしてたよね、自分の自画像も。背景はこういうお菓子の包み紙を見たような気がします。これならそう。おい安っおい出たぞ。ちょっといつ今までねマリオが安かったんだけど、それに匹敵するぐらい安いマリオの安さが飛び抜けてたんだけど同じレベルが来ました。これも分かる人いますかね。さあ次で分かる人いるんじゃないかな。よし行ってみよう。ほい、なんだああま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 あ、ちょっと太りすぎじゃないあの胴が2倍ぐらいあるんだけどそしてあの顔カクカクしすぎでしょ。なんかどうやって槍持ってんのそれ。手にひっつくドラえもん方式か。ひっついてんじゃん、どう見ても回してない手を。実際はあれですね、脇の下で挟んでる感じですかね槍を。あのお腹がちょっと2倍ぐらいあるっていう以外はそんなにあれかな。あと顔がちょっと尖りすぎてる。迫力のある構図で躍動感にあふれていますね。後ろの空がなんと美しい。心が現れるようです。これならそうですね870。ちょっと安めだったね今日は。みんな最高は飯田かな。飯田が1900ぐらいあったもんね。さあガチャコロンやってもうコンプになるんじゃないか。あれ、あ、もう10回が押せなくなってるんだけど。もう残りはじゃあコンプできちゃうな。全てのミニゲームを揃えたスーパーピョロスーパーピョロがあんの。任天堂コレクションカラーテレビゲームレーシング、わかんねえな、持ってないこういうの。お、出た電話ード。必殺の一撃。キャラクターカード夢見。あ、あれか、ジミーを見てた人だね。魅惑のパラディ。とうとうガチャコンプするぞこれ。全てのニンコレをゴチャルームに揃えた。楽を、全てのキャラクターカードをゴチャルームに揃えた。全てのガチャコロンをゴチャルームに揃えた。やりました。え、なにこれ。景品をコンプリートした。ワリオカードがガチャコロンの中にオープンした。え、ガチャペロン。何ワリオカードって、おい何これ。キャラクターカードに A ランクと B ランクが追加された。レア1回戦。おい何これ。うわこれでポイント使えと。ちょっと聞いてみよう。わスピッツ A ランクこんななんかあのアプリスマホゲーみたいなガチャができるようになったの。引いちゃおうっと。
キャラクターがドリブル B ランク。何が関係してんだろう。あ、やった、アシュリー B ランク。アシュリーのキラだぜ。キャラクタージョー A ランク。 S まであんのかな。猫 B ランク。何か関係あるの。サーティアンプ B ランク。ちょっと待って、ワリオカードって何。じゃんけん、じゃんけんバトルみたいな。キャラクターカードで攻撃してダメージを与え、敵の HP をゼロにしよう。デッキ、うわぁ、これは今度にしましょう。なんか大変そう。ちょっと、覚えるのが大変そう。ワリオカードっていうゲームが、新しいゲームが来ましたね。サイン会。ミニゲーム、やることいっぱいあるぜ。デンワードも気になるって言ってくれた人がいたんで、これはそうだな。ワリオの終わった後にするか。これ一回聞くだけで多分十何分ぐらいかかるんじゃないか、全部。それが3個あるからね。希望がありましたね。5バット5バット行きましょうか。よし、オープニングから行きましょう。ここ僕やります、男性。よし、あそろそろ子供たちが帰ってくる時間だわ。ダイヤモンドショッピングタイム。新しい番組かしら。今日ご紹介するクールなアイテムはこれ、最新型のフライパン。フライパン？本体はクリスタルでキラッキラ。まあ、熱をよく通し肩こりも取れ、子供の成績が上がる上に宝くじも当たる。すごいわ。欲しいでしょ？では注文を開始する前にレッツマッスル体操。え？実はこのフライパンものすごく重い。普通の人には持てません。なんで売ろうと思ったのかしら。ここでご購入前にマッスルをつけてもらいます。ちょっと面倒ね。体操は5秒効果待つ。終わる頃には贅肉も取れてますよ。やべえ、マッスル体操スタートは CM の後。せっかくだしちょっと頑張っちゃおうかしら。それであれか、マッスル体操やるのか。ちょっと途中言えなかったな。靴がピコピコ動いてるのか、かわいい靴下が。そろそろ子供たちが帰ってくる時間だわ。ダイヤモンドショッピングタイム。ありそう。今日ご紹介するクールなアイテムはこれ、最新型のフライパン。フライパン？本体はクリスタルでキラッキラ。まあ、熱をよく通し肩こりも取れ、子供の成績が上がる上に宝くじも当たる。ちょっと早すぎたな。すごいわ。欲しいでしょ。え？では注文を開始する前にレッツマッスル体操。え？いや、マッスルやだこの人。実はこのフライパンものすごく重い。普通の人には持てません。なんでリズムに合わせ、母ちゃんもリズムに合わせ。ここでご購入前にマッスルをつけてもらいます。ちょっと面倒ね。体操は 5秒。5秒間だと思っちゃった。待つ、終わる頃には贅肉も。あべ、マッスル体操スタートは CM の後。せっかくだしちょっと頑張っちゃおうかしら。いいね、なんかキャラにハマってたな。ちょっと一つだけワンダーナンバーワンだけ見てみようか。 KJKJ。 うわ、めんどくさ。ワリオの電話ってこんなんなの。どれどれ。お電話ありがとう。おみくじ電話スタート。何が出るかな。ガラ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 ポン。出ました、中吉。ちょっといいことがあるかも。よかったね。おい。おい、ちょっと待って。想像よりクソだったんだけど。ワリオが話してくれるわけじゃないの。ねえ、おみくじ電話なの。ワリオの家にある電話です。
レトロで落ち着いた雰囲気、昔から懐かしいダイヤル式です。電話を手に入れたらかけてみましょう。なるほど、使い方がわからない人は大人の人に聞いてみてください。9ボルト、お電話ありがとう。おみくじ電話スタート。何が出るかな。ガラ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 ポン。出ました、中吉。ちょっといいことがあるかも。よかったね。おい、ちょっと待っていや、ちょっと待って、これ全部同じ、全部同じなの。お電話ありがとう。おみくじ電話スタート。何が出るかな。ガラ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 ポン。出ました、小吉。おい、小吉だよ。この人だけ小吉だよ。しかも何にもまあまあとかさ、ちょっといいねとかしか言ってくれない。何が出るかな？全部同じ？出ました、ダキちゃん。あ、ちょっと待って。きっといいことがあるよ。本当に、もうただのこの、おみくじってことか。くじくじってことこれ。くじくじ？想像以上に電話ードがちょっとあれだったな。これは効果音を流しながらやらないと厳しいんじゃないか？そういえば、カードどれぐらいあるんだろう？うわ、おいおい。あ、C がここで。うわー、これはきつくねえか。あ、A までしかないんだね。攻撃力が多分ちょっと高いと。C とかよりも。あー、高い高い高い。120あったもんね、今。すげえな。遊ぶあれがすごいな。ちょっとまだストーリーが残ってるんで。ドリブル、よし、今日は、バーベキューチームやっていきましょう。はい、よし。あー、アシュリー、あー、やっちゃった。配分マンドラゴラが出てきた。勝ち、よし、頑張るぞ。これは大丈夫。よし、やりますね、やりますね。ピコピコ。ステンドグラスがかわいい。開ける。遅れないようにね。頑張りますぞ。かわいいぜ。よし、すごいわ。ピコピコ。はいよ。バチ取れる、懐かしいぜ。マリオファウンザコイン。これ初めてかも、今のミニゲーム。よし。後ろのなんかクマみたいな、何？イエーイ。えへ。アミーボー。いや、むずい。ちょっと待って。おいしそう。たどり着く。よし、ボス来たな。なんだろう、なんかみんなのだよね、多分。あ、これは結構できる方。いいぜ、フライパン。フライパンで焼け。はあ、ホームラン。引きつけてからパーン。全球ホームランやりました。頑張るぞ。
はい、こんな簡単に取れたらいいな。よし、よかよか。できた。よし、こう。その調子。グイグイ。よし。もう大丈夫。はいよー。よかったね。飛ばしていきましょう。頑張ります。あー、やっちゃった。ちょ、むずっ。3個すごい強い役だよね。さ、よし、よっしゃ、成功したよ。なんかさ、速さが勝負。ででーん。よし、元気いい。あー、うそ。エイムの悪さが今出た。じゃあアシュリーのじゃあアシュリーのこのアングル、ちょっとアシュリーのこのアングル珍しいな。ちょっと眺めてたいな。かわいい、下側かわいいよ。頑張ります。よし。これ違うページもあるって教えてくれたね。なぞる。吸い取られていったミステリーサークル。竹取りかぐや姫じゃん、よく見たら。ちょっとタッチができない。きつい。これ実はタッチペンじゃなくて、あのマッキー使ってたんですよね今。はい、ちゃんとタッチペン使わなきゃダメだ、やっぱり反応しねえ。よし、次のボスは、あ、これか。落とせ。オッケー、集中だ。結構時間かかるよねこれ。よし、危ねえ、怖っ。上上げとこうっと。あー、怖い、怖いよ。怖い。落とすな。上上げとこ。最後来た。よし、完璧。できたぜ。頑張ります。
よし。すごいです。バラの香りですか？もうこれむずい。これできない。いや難しいわもう。よし。ピコピコ。おっしゃ。頑張るぞ。危な。すごいです。ピコピコ。炎の魔法。よし。土の子ってちゃんと書いてあったね。沈めた。もうこれ難しい。これ来たらやばい。ひどいよ。ハイスコア更新よ。くそ。行きましょうか。あごがすげえ。やりますな。最悪。どうやって取るね今の。よく頑張りました。やっべ、ドツボだぜ。ああ。ヘアレンタルコントロール。ヘアレンタルコントロール。おお集中だ。4つ残してここまで来たぞ。難しくなるわよ。よし、頑張ろう。よっしゃ。よかよか。あぶね。あぶね。これ。OK。よっしゃ。いいじゃない。オッケー。すごいわ。ピコピコ。いけた、よかった。さすがやな。飛ばしていきましょう。頑張ります。沈めろ。かわいそう。これ、あぶねえ。牛に逃げた。あぶねえ。よかった。タコ頭でなんとか。はい。オッケー。やりますね。オッケー、オッケー。よく効く魔法。よっしゃ。いや、わかんねえわ。よし、オッケー。遅れないようにね。集中。アミーボー。開ける。よし。
はい。止めて。大丈夫？もう食われてる半分。来ました、ようやくボスステージへ。出た、僕の苦手なやつ。手がしましまってこと？黄色だな。これか？よし！よかった、合ってた。ラッキーラッキー。よし、満タンで66超えたよ。はは、いえ！よし、倒したわ。無理だと思ったけど。ああ、潰された。やっちまいましたね。やっちまいました。いや、出てこねえ、全然。出てくるかと思ったら。髪型だな。これ、よし。よっしゃー、危ねー。はい、よかったな。危ねー。おい、守った。沈めろ。あー早い。よっしゃ、すごいです。飛ばしていきましょう。いいぞ、目を回せ。やべ、6つ。今の6つ。いや、なんとか83まで行くことできましたね。よかった。よし、これでミッションもエンジョイバーベキュー。よーし、あ、なんかミニゲーム、あ、いっぱいガチャコロン系のやつが来てますね。ミニコレクター、レコードコレクター、満室ゴチャルーム、すべて集める。メジャーリーガー、110m 以上のホームラン。平均 110m 以上出してくるやつら、あ、結構難しいんじゃないこれ。ホームラン3回とも出しましたからね、僕。よし、ということで、次回はいよいよこっちのストーリーラストですね。ウルトラリーグの、ミッション75以上クリアすることができるんでしょうか。頑張ってみたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。